は見て、いつかは恋をして、いつかは愛を知る。涙が風に触れ、目尻が赤くいた。見え出すんだってできるように、神様は僕ら作ったのに。こんなに広い世界の果て、僕ら二人は出会ったのに。はい、ということで、ドロップドッグワークス中村克也です。まずね、バナナさんについにね、発表、僕がやったことをされたことですごい反響があって、いっぱいコメントをいただいて、とても嬉しいです。皆様ありがとうございます。返せないんで、ほとんどのやつ返せてないんですけど、なんか、疑問系のやつとか、使わせてくださいみたいなね、ありがとうございますって感じで、答えれるやつは答えたりとかしてるんですけど、ほんまにね、じゃんじゃん曲使ってもらえたら嬉しいなと思います。そしてね、コメントを全部見させていただいてるので、本当に励みになります。ありがとうございます。これからも毎日ね、頑張って曲上げていくんで、見てもらえたら嬉しいなと思います。っていうのと、これがくっついてるのは、第3土曜日15日、ストリートやります。何するかまだ曲決めてないけど、コメントでこの曲やってほしいみたいなやつ、しっかり統計取るわけじゃないけど、大体の雰囲気で、あ、これなんやなみたいな感じで、その曲はやりますので、ぜひぜひ5曲ぐらい多分やりますので、コメントいただけたらなと思います。そして、2月15第3土曜日とは別に、僕ガチストってね、柏のチームで組んでストリートやってるんですけど、それが2月の23日にあります。そちらもあるのでね、月に2回のライブあります。ぜひぜひね、見に来てもらえたらなと思います。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。